島藩と蜂須賀家に関する資料を展示しております。そっちの窓綺麗やな。うん。城山と眉山の間、徳島市街の中心を流れておりますのが新町川です。かつては徳島藩を支えた阿波揚げの集積地で、川岸には白壁造りの藍蔵が立ち並んでおりました。現在新町川一帯は水際公園と呼ばれ、昼間は盲導